運営からのお知らせ、 PVP でのレーティングマッチ格差がないように調整しました。はぁ、どうも、キスケです。本日は極悪、栽培マンの落ち葉筆でめちゃくちゃ強くしてやろうと思います。栽培マンの、落ち葉筆、これですね、余ダメアップ、気力回復速度アップ、待機カウント短縮で、最後敵全体に斬撃属性の被ダメージ 20% アップの能力低下ということで、まあ、こちらの極悪に関しては、打撃アーツも斬撃で、必殺アーツも斬撃なんですよね。うん、で変身してからは、特になしということなんですけど、まあ変身前でもだいぶ火力が出るんじゃないかなっていう、うん、その斬撃の被ダメージを上げるだけじゃなくて、味方の余ダメージも上げてくれるんで、だいぶ使いやすいと思います。ということで本日はこういう感じ、劇場版に栽培マンが入ってるっていう、なかなか奇妙なパーティーではあるんですが、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。サイヤ人パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。ただでさえ強い劇場版パーティーが、これにより、まあ栽培マンによりさらに火力を増すって考えたら、たまらんねたまらないっすね。お願いします。オフオフつれー。カカロットの演出いいよな、マジで。はい、オッケー。ああ、マジかよ。撃っちゃった。最悪。まあいいや。なんとかなったわ。オッケー。はい。まだ溜まってない。意外とね、溜まるの遅いんすよね。最速。よし。いやー、キャラチェンするか。いやー、落ちないな、これ多分。自爆で。いける？あー、最悪。気力回復なかったくそもんねえ、マジで、このゲーム。自分が悪いんやけどさ。マジかよ。もったいねえ、マジ。究極圧撃つ。さすがに皮外れないでしょ。うん。入る。これ、ライジングで飛ばせんの美味しいね。はい。もったいないなぁ。出りゃぁ。オッケー。この栽培マンの脳みそみたいな頭がパカーって分かれんの気持ち悪いよな。よし。うまい。まあそろそろ栽培マン押してもろてもいいんやけどな。はい、さあ落ち葉風、こっからよ。マジ自爆もったいなかったけどさはい、おいしい。いやー、うまい。これが栽培マンの落ち葉風だ。瞬間移動使っていく。はい、速圧入っていく。速圧入るね。いいよ。ドラゴンボールも熱、え、弾集まんの早くね、やっぱり。早いよね。
行くで。これが栽培マンの力を借りた極悪のパワーだ。必殺圧ソーラー串刺しよ。落ちないのか。それはつらいな。いただきます。びっくりマークなし。強い。あぶね。ソークアーツ入るね。オッケー。この程度の実力か。はい、マッチングしました。未来パーティーかな。対戦やっていきましょう。お願いします。赤黄色はまあ多分出てくるでしょうね。黄色はいや、どういう編成でくんのやろ。全くわからん。黄色、紫、赤か。うん、緑なし。お願いします。ほらもう極悪の通りがめちゃくちゃいいわ。歯向かうのか。最速いただき。外す。あーラッキーやな。あー、そのタイミングで出てくんのか。栽培マンをいじめないで。おい、あ、出てくるね。結構出てくんな、スポンスポン。あー、ラッキー。はい、いやー、これ変身しちゃうか。これはうまいよ。そのまま落ちんじゃね、ワンちゃん。強っ。射撃もう一丁射撃。いやー強すぎる。これで栽培マンであと1体落としてとんでもないことになるぞ。おい、終わりっちゅうことよ。あー、カワチェン外しを警戒して出てこない。串刺しよソウル。はい、ナイス。ああ、危な。ギリチョンやん。射撃。さよなら。これマジでいいわ。マジでいい。ダン。格殺やもんな。オッケー。あざした。さあ対戦やっていきましょう。孫一族パーティー対戦お願いします。いや強そう。でもランク格差すごいな。運営からのお知らせ、 PVP でのレーティングマッチ格差がないように調整しました。はあ。はあなんですけど、マジで意味不。9も離れてるやん。まあ、ポイントもらえる分には美味しいけどね。勝てればの話だけど。お願いします。はいはい、ソークアーツ入る。美味しい。チャン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 。ああ、オッケー。メイン使って、はい。あー、マジで良くないな最近。いつもか。いつもか。悲しなってくんな。なんかこれキャラチェンされへんかったら美味しい。いやー、うめー。落ちんのかなこれ。覚醒ランク7の親子。ウキャキャキャオドン。強っ。いや、うまい。これはうまいわ。マジで。
相当美味しいでしょう。キャラチェンしていく。ただ大丈夫でしょう。タックル見られた？危ねえ。皮外されたくないな、まだ。ああ、美味しい。これはね、ゴクワに変身しよう。ゴクワで変身しよう。これ多分キャラチェンできないんでね、相手は。そのまま、なぶり殺しちゃう。いくでー。さあ、先に皮を剥いでいくのは、栽培マンの落ち葉風を獲得した、キスケ選手。がぜん有利な状況が続いております。ソーカーツ行く？よし、強っ。ライジング、えキャラチェンするのか。それほい。前はまあ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 、ええわ。はい、オッケー、ドン、あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。本日は栽培マンで強化した劇場版パーティーいかがだったでしょうか。やっぱりね、復活キャラがいることによって栽培マンで1体確実に落とす、いちいちトレードするじゃないですか。で、ただ相手はライジングを、まあ復活ご飯がいるから打ちづらい。ただ落ちバフが加わって火力もりもりでこっちは殴っていけるみたいな、使い方ができるんで、だいぶ強かったんじゃないかなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。